こんにちは、カメラマン山ちゃんです。リノです。スズネッチです。自分で失敗した。初めて言いました。スズネッチで撮ってるかなと思って。そうですね。で、まあ、今回の会場はグレーンオークスカントリークラブで、お二人と、まあ、ここグレーンオークスカントリークラブといえば、まあ、久しぶりのリンゴルフアレンジマッチプレー対決をやろうと思ってます。まあ、2人はね、前回違うゴルフ場だったけど、はい、まあ、いつもはあの対決を先に公開してたんですけど、まあ、今回は対決は後に回して、まあ、視聴者の皆さんは前半のラウンドの様子を見たりとかしてもらって、まあ、どっちが勝つかとか予想してもらえればいいかなって思ってます。はい、つまり練習ラウンドも勝負ってことですか？勝負いや勝負で勝負も改めて楽しくやってみます。そうですね、はい、普通に楽しくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じで前半のラウンドお願いします。お願いします。お願いします。大丈夫です。うん、大丈夫。大丈夫。はい。よろしくお願いします。お願いします。右と左で分かれたね。いいですか。随分離れちゃったね、私たち。心は離れてないから弾離れちゃったけど発揮されたスイッチってさ、なんかうまくいかないよ。なかなかちょっと調整しちゃう。うん、確かに。なんか私、どうやって考えてる？朝一ティーショットをして。でもなんか私は結構もう緊張だったので、どうしようってとか始まったんですけど、うん、試合のプロが朝一のボディがしょうがないっていうか、とりあえずチャンスがあるからっていう気楽な考えをくれたことで、まあ、よくなった。よくなりました。私朝一はなんかまっすぐ打とうとか、いい球打とうって考えると絶対うまくいかないから、まあ、そういう風に考えるんじゃなくて、今日は、まあ、笑顔で、しっかり振り切ってプレーしようとか、行動を目標にして考えるんです。あー、なるほど。結果を目標にしないで、そしたらやることやってれば結果ついてくるから。確かに、いう考えして、まあ、体がそんなにこう緊張しないっていうかね。そうそうそう、最初緊張しますね。最初はね、誰でもそうだね。195ヤードでフリウッドで花道を転がっていければいいなと思います。うん、言っちゃいました。アプローチ頑張ります。160ヤードで7番アイアンでいきます。38ヤードですね。硬いか柔らかいかまだ分かってないので、ちょっと柔らかそうなんですけど、58でいきます。ちょっと突っ込みましたね。フレッシュですから。どう、硬い柔らかいで言ったらグリーン普通ぐらいですか、今ので。柔らかい方だと。柔らかい方。切れなかった。ナイスです。ありがとうございます。じゃ
外と切れない。うん、暑い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 、じりじり来るな、この暑さ。日焼けしそう絶対。あ、しょ。ありがとうございます。ちゃんルート完璧。結構行ってんじゃないですか。ナイス。すごい、こういうのに。もう狙ったとこ。ありがとうございます。ナイス。ナイスショー。完璧。いい球、うん、ナイス。じゃあ、なんだなんだ、右球で、はい、行きます。ドキドキしました。いい球だったね、ありがとうございます。オナーが良かったからかな。そうですね。あれ、対決ってやったのってもう1年前ぐらいになる。1年前ぐらいです。私たちの成長を見てください。成長前は、うん、オークヒルズで、オークヒルズ、そう、結構対決はこっちでやってるのが多いんですけど、そうです、ね、あの時はそうそう、あの時は取れなかったと思う。そう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 、雨で、うん、そうそうそう、あー、そうだそうだ、そう、あ、それこそ、そうだよね、雨になっちゃった時はそう、グレンオックスだったんだよね、中止になっちゃったけど、そうだそうだったんですよ。うん、いいとこ。お、あれはフェアウェイの真ん中です。そうです。あ、結構すねち飛びましたね。飛ぶのを超えてくれたんですね。うん、ちょっと良かった。クリアップします。はい。まあ途中クリークみたいなのあるから。そうね。うん。もうだいぶ飛んでる。まあまあ大丈夫。みなちゃん、これは池越えを狙います。池越え結構結構難しい。結構難しいけど、まあ、そこはみんな見たそうだし、やるか。そうですね、見たいでしょ。2オンですね。クリーンの手前ぐらいまで行けたらいいなみたいな。そうですね、乗ることはないですけど、距離的に250なんで。うん、でも1ぐらいまで、うん、近くまで行けばいいかな。めっちゃむずいですけど。どう狙うんすか、この右手前にバンカー。バンカーはまだ入らないと思うけど、バンカーからちょっとドローぐらい。ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、でもラインがちょっと左下がりなんで、うん、まあ、まっすぐ普通に花道狙います。うん、ライがちょっと悪いとあんまりこう曲げづらいから、選択肢的にはもうちょっとまっすぐ狙うみたいな。狙う感じでいきます。全然見えないかな。落ちてるかもしれない。落ちてるかも。難しかったのない。しょうがない。いや、これ難しいですよね。左下がりめちゃ苦手なんですけどね。ね、左足下がり難しいよね。難しい。私もちょっと左足下がりの時はボールの位置を普段のところに右足寄りに置いてあげて打つ。で、球は高く上がらないから。もう上がんないのは覚悟で、うん、そういう意識はしてます。なんか、うん、左足下がりの時に、結構私、球低い、もともと低いから、うん、ちょっとフェース開いて構えるんですけど、そういうのはやったり。フェースは開きません。スクエア。うん、そのままスクエアで構えて、まあ、上がらないっていうもう前提で打つ。え、なんか、傾斜にちょっと左足体重のつもりで、うんうんうん、傾斜に逆らわないで、私も体重は
左足下がりだから左に体重が来ちゃうのはもうしょうがないから、それを体重を右にかけようってまっすぐしようってすると右肩下がってダフったりする。なるべく傾斜なりに立つようにはしてます。この先22ヤードです。マウンター5に9番で今ちょっと左からまあ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 ピノちゃんのはクリックをギリギリ超えてたけど、ピンがあれですね、めちゃめちゃなんだこの打ち上げ、どこ変なとこ、おお、ナイスです。もう楽だから大丈夫。すごい。全然見えないけど。ね。距離を把握して、それを信じてたら打つのみみたいな。もう信じて打ちました。なんとなくうまくいきました。うん、お、乗ってる。いいとこですね。よかった。ナイスです。この方大変だった。全然行き止めだ。100m 分かんないことあるからね。そう、試合出れもしかして出ないといけないから、ね、もうそうだよ。これマジじゃなかったら優勝しないってなったら狙うけどその時なさるまあでも左足下がりでウッド持つ時は無茶をしないっていうことです。もうそうですね、だから3段目を上手くなる練習をしましょうセカンドあれはもう難しいんで、しっかりと刻んで3段目頑張るって感じ。試合だったら実際どう、実際試合だったら絶対刻むそうだよね、もう本当見どころを作ってくださったって感じですもんねそう、もうねサムネがパー5、2オンっていうサムネがずっと浮かんでた浮かんでた、そう、浮かんでた、そう、いつをなるかみたいなねだからちょっと狙ってみました。左のバンカーの上狙い、バンカーの上狙い、奥のピストぐらいですね。まあここ行けたら最高だそこまでギリギリは狙ってないけど、行けたら最高、はい。珍しい。でも抜けてるかも。抜けたらいいね。ドローかけようと思ったら失敗しちゃった。フェード振ったのに。うん、インター両方落ちますよね。コースで変える。そうなんだ。全然練習はするけど、あんまりコースでやってないですけど。ここフェード打つと右のバンカー入ってるから。あ、バンカー方向、うん、ルーメッチもちょっとフェード OK、 いや、ドローのイメージ で、 ドローのイメージでちょっと捕まんなかった、うん、前でした。ここに85ヤードなんですけど、上に木が枝がかかるんです。ちょっと転がしイメージします。抜けた。まあ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 悪くないです。
うまい。スペース。おお。スペース。サクサクパンダ。そういうキャラクターなんですか。いや、なんか食べ物でお菓子であるんですよ。クッキー、パンダの形したクッキーがあって。ナイスパー。ナイスです。ナイスパー。ナイスパーです。ありがとうございます。